こんにちは、ガースーです。よろしくお願いします。本来ならばですね、通常の記者会見をする予定だったんですが、例の山田真紀子さんのですね、7万円接待問題がございまして、肉ですか、魚介類ですか、ワインですか、美味しそうですね。私ガースーも痛かったなということで、それもありまして、今日はね、ぶら下がり会見ということで、国民の皆様にね、いろいろご質問お受けしたいと思いますのでね、それでは早速ぶら下がり始めます。いやー、こうやってぶら下がっているとですね、まるで電車のつり革に捕まっているようですけども、まあ私ガースーは一般国民の皆様と違ってね、つり革に、捕まるということは、秋田から集団就職してきて以来ないんですけどもね、こういう政府の要人になってからは私はつり革に捕まることはないんですが、今日はぶら下がり会見ということで、はい、じゃあ早速お受けしたいと思いますけどね。なんかさっきから思ってるんですけどね、記者の方々次から次へと質問をされてね、通常の記者会見の方がやっぱり楽ですね、これね。通常の記者会見だと山田真紀子報道官が分かりきったような注意をしたりとかね、まずは各社の方、幹事社の方からご質問を受けします。なお質問の先には所属とお名前をお名乗りください。また多くの方が質問したいので、お一人一問になさってくださいみたいな分かりきったですね説明をしてくれるんで、尺が稼げるんですけど、このぶら下がり会見ですね、次か次へと矢継ぎ早に記者からですね質問が届いてですね、私が明日だんだん追い詰められた気持ちになっていきます。まあ本来記者会見というのはこういうものだというふうに聞いてますけど、ここは日本ですから、やはりつかさつかさでですね、まあ国会の答弁もですね、わざわざ答弁席まで歩いていく、まあ時間を稼ぐわけですね。委員長がなんとかくんって言ってはいって言ってですね、わざわざ歩いてそのまままた質問が来るんですから、そこに答弁席にいればいいのに、わざわざ席に戻るというですね、このようなアメリカ人はそういうのを歌舞伎というらしいんですけど、その様式美ですね、これがあるんで、通常の記者会見は私が明日記者会見のうち、まあ、何分かはですね、山田真紀子君のその意味のない、説明とかそういうのでですね、様式美で質問時間が、守られるんですけど、私今日ガースこのぶら下がり会見で記者の諸君からいろいろですね厳しいことを受けまして、だんだんちょっと私このぶら下がり疲れてきました。手が疲れてきますね、やはり、一般国民の方はこのようにして追加で通勤通学なさってるのかという、私ガース今さがらに大変だなと、あと一般国民の方は看板機密費なしに自費でお食事をされているのかなと思うと、私が改めてこれは大変なことだなと思うんですけど、私がかなり手が疲れてまいりました。なんかさっきから同じ質問ばっかりじゃないですか。私が最後に切れてしまいました、申し訳ございません。さっきから同じ質問ばかりじゃないですか。はい、そうですね、それは、私ガースとしては、いつも言われてることなんですね。山田真紀君いつも同じ説明同じ注意ばっかりじゃないですかと、そんな注意しなくてもいい、いやそれがあるから私ガース、質問がですね、限られて助かっていたんですけど、今日はもうボディーブローですね。なんか昔究極の選択という本にですね、マイク・タイソンに一発殴られるのと小学生に一日中殴られるのどっちがいいかっていう、どっちも良くないんですけど、私が今日記者諸君にですね、小学生並みのパンチしかないんですけど、ボコボコに殴られてですね、このぶら下がり会見全く楽じゃないですね、私がとしては。やっぱり山田真紀子君がやっぱり早く復活してくれないかなとか思ってるんですけど、あとこれネットコマーシャルみたいですねこうやってハンカーにぶら下がって喋るっていうのは、私がとしても初体験で、いや疲れますねこれね、早くこの記者会見を終わらせたいんですけど、本当に手が疲れてきましたね。それは想定もしてませんでした、私ガースとしてはですね。で、私が申し上げたいのは、私ガース本当は国民の皆様にですね、語りかけるように話さなければいけなかったんですけど、つい目の前にいるのが記者諸君だったものでですね、東京新聞とかですね、毎日新聞とか北海道新聞の記者がちょっと厳しいことを言ってた気がするんですけど、私ガースだんだん不機嫌になってきまして、さっきから同じ質問ばかりじゃないかって言ってしまったんですけど、私ガース自身が
最初から最後まで同じ表情ばっかり、不機嫌な表情だって。つい私がすすが出てしまいまして、あ、菅義偉だからすが出てしまいまして、はい、本当は国民の皆さん向けにこういう表情でいかなければいけなかったんですけど、仏頂面というんですか、それでついぶら下がり会見してしまいました。これからはこうやってニコッとなって国民の皆さん向けの笑顔でぶら下がり会見をする、そういう練習をしたいと思います。また私が明日からですね、ぶら下がり会見のためにこうやって腕を上げておく、そういう、練習もしておきたいと思います。はい、ちょっとかなり腕が疲れてまいりました。もうよろしいですか、さっきから同じ質問ばっかりじゃないですか。私がもさっきから同じ不機嫌な表情ばっかりでございました。ただ中央省庁の 役人さんたちはこの不機嫌な表情が聞くんですけどね、あ、総理が不機嫌になってるって言うんで、これでみんな震え上がるんですけど、残念ながらメディアの諸君は私ガース何の人事権も持ってないんで、あ、今回の反省としては私ガースが新聞社のですね方々の人事権を持つことで不機嫌な表情をするだけで忖度して質問を変えるという、そのやり方があった。そうだ、これからは私ガース新聞社の人事権も持つことにいたします。ということでもうよろしいでしょうか。かなり手が限界でございます。はあ、はあ、はあ、やっぱり健康にいいから時々このぶら下がり会見やることにしようかな。